ダグラス・ディーン・オシェロフはアメリカ合衆国の物理学者。ヘリウム3の潮流等の発見により、共同研究者のデビッド・リー、ロバート・シー・リチャードソンと共に1996年のノーベル物理学賞を受賞した。この発見は1971年になされ、オシェロフはコーネル大学の大学院生であった。ワシントン州のアバディーンに生まれた。父方の祖父は、 ロシア出身のユダヤ系移民である、医者の家系に育った、カリフォルニア工科大学を卒業した、リチャード・ファインマンの指導を受けた、コーネル大学に進み、1971年にヘリウム3の潮流道の発見した、1973年、コーネル大学で学位を得た、ヘリウム4の潮流道現象は1937年、ピョートル・カピッツァによって発見されていたが、 ヘリウム酸はフェルミ粒子であるので潮流道にはならないと考えられていた。オシェロフラは2.6メートル計34気圧下でヘリウム酸の潮流道を発見した。超伝導の BCS 理論で説明できない現象として注目を集めた。1976年にサイモン記念賞、1981年にオリバー・ E ・バックリー凝縮継承を受賞。 1972年から1987年までベール研究所で研究し、1987年からスタンフォード大学の教授となった。2003年、スペースシャトルコロンビアの事故調査委員会に加わり、事故原因の究明にも貢献した。ありがとうございます。